ビッグモーターとの癒着の疑惑がある損害保険ジャパン。ビッグモーターで横行していた不正の数々に目をつぶり、被保険者への保険金釣り上げにより補填していた疑いが出ている。ビッグモーターの不正が疑われる中、各損保に先立ち取引再開を決定した白川社長、さらには国土交通省に対し破格の保険料割引制度を提案していることも発覚。この国土交通省への厚遇の見返りに何か特別な施しがあったのではないかと疑いの目が向けられている。今回は癒着体質の損害保険ジャパンをめぐる疑惑を解説していく。ビッグモーターは前社長の兼重宏行氏が出身地の山口県岩国市で創業。2023年5月時点では従業員数6000名、全国300店舗以上の規模を誇っていた。買取台数6年連続日本一、圧倒的業界トップに君臨し、年間約7000億円を売り上げる会社だった。中古車販売に買取、車検修理、板金塗装、損害保険やリースまで車に関するありとあらゆる業務を1店舗で完結させるワンストップショッピング型。全国に破竹の勢いで店舗を増やし成長する中、客の車を傷つけて不正に保険金を水増ししていたことが発覚。発端となったのは2021年の秋ごろに寄せられた内部告発だった。これをきっかけに外部調査員によるサンプル調査が行われ、その結果、全国に33ある整備工場のうち25以上の工場で水増し請求の疑いがある案件が見つかった。その数なんと80件以上。実はこれ以前にもビッグモーターをめぐる黒い噂は報道されていた。しかし今回の調査結果がきっかけとなり注目を集め、数々の不正やその温床となっていたパワハラ体質の内情がマスコミの取材により明らかになっていった。これを受け、とうとうこの夏、国交省が動きを見せた。ビッグモーターは慌ててホームページに謝罪文を記載し、7月25日には記者会見を行った。会見の冒頭では、兼重前社長や前副社長の兼重宏一氏創業者親子が揃って辞任することを発表した。今回の騒動の一番の衝撃は何といっても保険会社との癒着疑惑。ビッグモーターと提携している保険会社はいくつもあるが、その中でも不正発覚当初から怪しい動きを見せていた保険会社がいた。それが損保ジャパンだ。損保ジャパンはビッグモーターと契約していた保険会社大手3社の中でも特に受注額が大きく蜜月の関係にあった。ビッグモーターから受注する年間売上高は数十億円以上とも言われている。さらには損保ジャパンの前身となる会社には前副社長兼重宏一氏も在籍していた。その後宏一氏がビッグモーターに入社するのとほぼ同じタイミングで、損保ジャパンからビッグモーターに37名の出向者を出している。損保ジャパンにもモーター課という専門部署まで設けるなど、その親密さがうかがえる。このモーター課では被保険者の破損した車両の修理箇所のチェックなどが行われていたようだが、その自賠責保険の画像審査が緩かったのではないかと金融庁から疑惑の目を向けられている。例えば修理代金が30万円を超えるような高額なケースでも画像審査で済ませており、ビッグモーターの思うままに保険料の請求が通っていた疑いがあるのだ。ところがそんな損保ジャパン、今回の件が発覚した際、外部弁護士による厳格な調査は不要と単独で判断した。さらには他の保険会社に対してもそのように働きかけをしていた。あくまで一従業員のミスであって組織的な関与はない。もちろん保険金水増しを目的としたものではないというビッグモーターの主張を鵜呑みにし、調査もしないままやり過ごそうとした。三井住友海上火災保険や東京海上日動火災保険は当然納得することはせず、2022年6月に事故車の車庫誘導を停止。この問題をめぐって損保ジャパンは去年7月に役員会議を開いたものの、白川義一社長は不正の可能性を把握していながら追加の調査は行わず、ビッグモーターとの取引再開を促したという。この際、親会社の損保ホールディングスの経営陣はこの判断が適切ではないと指摘していたようだが、
結局取引再開は押し切られる形となった。というのも、この動きの裏で実は、7月中旬に兼重前社長が直々に損保ジャパンの幹部に面会していたことが後に発覚している。兼重前社長は、修理を担う板金塗装部門が赤字になっていると訴え、車庫誘導の再開を要請したようだ。それまで取引先損保に対し、実際に入庫された事故車台数に応じて自賠責保険の契約を割り当てていたビッグモーター、損保ジャパンによる車庫誘導の再開を受けたビッグモーターは、損保ジャパンによる施しに応えるようにして、東京会場と三井住友会場の自賠責保険は取り扱わないという通達を一部の店舗に行った。これにより自賠責契約は一気に損保ジャパンへと流れることになる。損保ジャパンは大きなリスクを伴うものの、競合保険会社に対して抜け駆けをしたのだ。このような一連の動きを受け、ついに金融庁も本格的に動き出した。保険料法に基づき、2023年9月には立ち入り調査を行う方針を示している。ビッグモーターへ出向していた不自然といえるほど多い37人の損保ジャパン社員が、具体的に何をしていたか、事故車両の斡旋が再開された経緯は真実なのか、さらに画像審査の実態について取り調べが進んでいくようだ。この調査の結果によっては、損保ジャパンにも責任追及が及ぶ可能性がある。場合によっては、業務改善命令などの厳しい処分もあるかもしれない。そして損害保険ジャパンは8月28日、来年1月に実施を検討していた自動車保険料の引き上げを見送る方針を明らかにした。現在の状況を総合的に判断した。次の改定時期は検討中と発表。これだけ世間からも国からもビッグモーターとの癒着の疑いの目が向けられる中、保険料の引き上げは契約者の理解が得られないと判断したのだろう。損保ジャパンは5月の投資家向け説明会でも2024年1月に自動車保険料を引き上げるとの方針を示していた。今回話した値上げの延期はいつまで延期するのかは現時点では未定。この対応に世間からは、保険料値上げの見送りどころか、不正行為による保険料をアップされたユーザーに対し被害弁償するべきなのではないか。損保ジャパンにとって一番応えるのはユーザーが離れること。保険会社などどこに入っても大きな違いはない。次回の保険は違うところを選択することが今後のために一番いいと思う。保険会社も含め、こんなことをすれば会社が潰れるくらいの危機感を企業に持たせないと。損保ジャパンユーザーにはその決断をお願いしたい。私は解約してすぐに変えました。不正行為で起きた保険料値上げと災害等などのやむを得ない理由の値上げを混同してはならない。損保ジャパンはことの重大性を分かっているのだろうか。このような声を見ると、保険料引き上げの見送りは正しい判断だっただろう。しかしそれでは足りない。これまでの不正によって余分に支払われた分を返金するべきだという声も出ている。値上げ延期ではなく、今までの不正によって不当に上乗せしてきたのだから値下げしてお詫びするのが筋。全ての保険加入者を被害者にさせていることを理解しているのか。もっと深刻に事態を捉えてもらいたい。おっしゃる通りだと思います。これまでの不正でボロ儲けしていたわけですからね。その分を契約者へ還元賠償するのが本筋。もっと言えば、金融庁は向こう1年間にわたり損保ジャパンの保険契約の停止及び保険料金の値下げを強く迫るべきでしょう。それに従わなければ保険料法に基づく営業許可を取り消すくらいに強気の姿勢を見せぬ限り、本質と体質は絶対に変わりません。そして今回、この調査を行う立場である国土交通省にまで疑いの目が向け始められている。それは、損保ジャパンから国交省職員向け団体保険においてなんと 40% も割引が提案されていた事実が明らかになったからだ。一定の要件を満たした企業や団体が契約者となり、従業員や社員の保険をまとめて契約する制度。この団体割引の割引率は企業の規模や職種による属性などを考慮して算出されるという。職業危険率や属性から予想される事故率などの独自の算出方法により割り出す。国交省の職員は業務内容から比較的安全と判断される。その結果、 40% というかなりの高待遇が提案されているのだ。我々からすれば、
破格の割引のようにも思えるが、保険ジャーナリストによると、これは特別突出した割引率というわけではないという。損保各社は他にも企業や中央官庁、自衛隊、警察、消防署、地方自治体などに対して団体保険を提案している事実もある。割引率は金融庁に申請する必要があるが、保険会社がどの保険商品を選択するかは企業や団体の自由、決定権は会社や団体側にある。しかしながら、自動車業界を監督する立場にある国交省が、今問題になっている損保ジャパンから割引を受けていたことに関しては好ましい状態ではないのではないかという見方も出てきている。直接癒着関係にあったわけではないものの、国民目線からすれば、恩恵を受けていた損保会社に対し、本当に国交省が毅然とした態度で調査を実行するのかと勘ぐってしまう。さらに、一般の顧客に対しては、自然災害の増加を口実に自動車保険や火災保険料は値上がりする一方、そんな中、一部の公的立場の人間が 40% も割引を受けていたという事実は受け入れがたいのかもしれない。中央省庁官僚は、国民目線で見ればそれだけの恩恵を受けていて公正な調査ができるのかという声が上がるのは理解できる。なぜ昨年に事案が発覚してから今の今まで国交省が動き出さなかったのか不信を抱かれても仕方ない。ただ、今回の団体保険の件で言えば、行政組織の中で国交省だけが特別に待遇の良い扱いを受けているわけではない。これだけ注目されている事件だけに、それによって国交省による追及が甘くなるようなことはないだろう。ただ、やはり割引など、厚遇を受けているかのような誤解を国民に与えるような取引を民間企業との間で行うことは、自粛の検討の余地があるのでは。と、国交省職員が受けていた待遇に関して今後見直しもあり得ると話した。今後もこの調査に関して、国民が関心を持ち続け、監視の目を光らせ続けることが重要になるだろう。損保ジャパンは連日の報道を受けて8月3日、ビッグモーターとの保険代理店の委託契約を終了。それに続く形で東京海上日動火災保険も10月1日付で保険代理店契約を解除すると発表した。今後は三井住友海上火災保険も契約終了を視野に協議を進めていく方針のようだ。これに加えて東京海上は不正請求を受けて再発防止策を導入することを発表。修理工場ごとに修理費の推移を分析するシステムを開発。著しく修理費が高い場合、社員が立ち会う仕組みを導入する予定だ。2024年度中には保険契約者が事故車を修理する工場を自ら検索して好きな工場を選べるシステムも整える。これだけの騒動の後、保険会社としても消費者の不安を取り除くための対策を取らざるを得ない。ビッグモーターの会見から1ヶ月以上が経過したが、未だに同社内で行われていた不正の情報流出は止まらない。車の購入者が代金の約100万円を現金で支払おうとしたところ、店舗の営業担当者から総支払い額は変わらないので1年だけローンを組むよう説得され、結果的に120万円を支払う羽目になったり、新品タイヤなど30万円相当のオプションを無償で付けるのでローンを組むよう言われた客が、約束を反故にされオプション分を有償で契約させられたケースがあったという。また、ビッグモーターに車を売却して3ヶ月が経過しても名義変更の知らせはなく、使用者や保管場所の変更もされず、売却した車について冠水した過去はないにもかかわらず、冠水した跡があるとして突然700万円の賠償請求訴訟を起こされたなどの事例まで出てきている。店舗で売却のキャンセルを告げると店長から罵声を浴びせられるようなケースもあったという。このほか、中古車の一括査定サイトでは登録した顧客のメールアドレスや電話番号などを入手し、その顧客になりすまして勝手に登録を解除。一方で顧客に接触し、他の中古車買取業者との価格競争を回避する他社切りという信じがたい行為まで横行していた。これだけ不正がはびこっていた状況で、出向していた損保ジャパンの社員は果たして調査に対してどう説明するのだろうか。今後の金融庁の調査に注目が集まる。